お迎えいたしましょう。俳優歌手の上白石萌音さんです。どうぞ。こんにちは。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。はい、今日はですね、会場にもたくさんの方いらっしゃいますが、配信をご覧の方もいらっしゃいますので、一言ご挨拶いただいてよろしいでしょうか。はい、皆様こんにちは、上白石萌音です。今日はこの場に来ることができて大変光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。上白石さん、ブルーのお衣装がとっても素敵ですね。あの高橋書店さんのブルーをイメージして来てまいりました。とてもお似合いです。ありがとうございます。さあ、上白石さんは2022年版の手帳は高橋のイメージキャラクターに就任されたということで、本日は名言大賞のプレゼンターをお務めいただくということなんですが、プレゼンターということでお気持ちはいかがでしょうか。いや、あの言葉のスペシャリストであるお三方の手前、とても恐れ多いのですが、私も小さい頃からあの本を読むことだったり、あとは言葉がすごく好きで、あの大切にしてきたので、あの皆様、応募してくださった皆様とか、ご覧いただいている皆様と同じ視点で楽しませていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして上白石さんは今回初めてこの手帳大賞にご参加いただきますが、例年このコンテストを行われているということはご存知でしたか。はい、あのいろいろなところで目にしていたんですが、まさか携われるようになるとは思っていなかったので、とても嬉しく思っております。さて皆様、いよいよ残すところあと一作品となりました。それではこれより名言大賞を発表いたします。名言大賞の発表は上白石萌音さんに行っていただきます。第25回手帳大賞名言大賞は、地面が満開になったね、中ほど雄平様です。おめでとうございます。中ほど雄平様、ご登壇ください。あのなんだか幸せの見つけ方みたいなのを教えてくれる言葉だなと思いました。あの息子様の柔らかな発想と感性の豊かさも素敵ですし、あのお父様はじめ周りの大人の方々の接し方も素敵なんだろうなというのを想像しました。あのこれからも息子様がすくすくと育たれることを祈っております。おめでとうございます。おめでとうございます。